固い会社の固くない話、ものづくりのエンターテイナーテルミックがお届けするテルラジ。テルラジは株式会社テルミックの提供でお送りします。つながってる、輝いてる、あなたの笑顔を夢見てる。テルミックは国内外の幅広いネットワークを通じて日本のものづくりを支えています。素敵な未来が待ってる、テルミック。固い会社の固くない話、ものづくりのエンターテイナーテルミックがお届けするテルラジ。テルラジは株式会社テルミックの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは、テルミック社員ののんのんです。こんにちは、同じく社員のりみんです。いつもと違うから先週に引き続き ね、 そうね、なんかちょっと話すタイミングをどうしたらいいんだろうってこうそわそわしちゃう。なんかさ、7月の20日にさ、中京テレビのキャッチで、うんうん、テルミックスタジオを放送してもらったじゃない。その時にさ、アナウンサーの神山元気さんが収録実体験してもらって、うんうん、初めてなのにすごい上手だったじゃん。いや思った、あれすごいよね。あんな感じちょっと一回リリンやってみてよ。じゃあ後立てよ、なんて言ってたかな、もうちょっとテンパってるけど、じゃあちょっとやるね、うん、はい。固い会社の固くない話、ものづくりのエンターテイナーテルミックをお届けするテルラジ。皆さんこんにちは、お元気ですか。どこ見てんの、どこ見てんの。なんかさ、やっぱ違う、斜め上見てたね今。やっぱり、うん、違う、すごかったね。なんかやっぱ違うもん、なんかリンリンの場合、うん、ちょっと待って、思い出しちゃった、うん、ピッチ FM さんに前、うん、テンション上げて行ってみたら、みんみんの場合テンション上がってるのって、テンション上げてるつもりで声しか上がってないと、逆に音声のこの調整が大変だと。そっか、じゃあちょっと確かにとちょっと静かにしよう、ね、静かにしましょう。逆にちょっとちっちゃくしてったらもう喋れなくなっちゃうから。なんか脳の最近あれだね、無茶ぶりが多いから。あのそんなことないよ、 そういうのは好きよ、好きだけど、好きだなと思う。プロみたいな、すごかったよね。なんか神山元気のぶらり旅みたいな感じだったよね。すごかった、皆さんこんにちはとか言ってやってた。なんかテンションも高いんだけど、なんか音が一定で、うん、あそう、強弱がすごい良くて、ね、なんかもっと聞きたいと思ったもん。すごいよね、うん、次からちゃんと言えるようにしよう、ちょっとでも近づけれるように、ね、練習しよう、うん、声はそのままでテンションを上げる、うん、すごい難しいね。強弱をつけて、強弱ね、そうこんな感じらしいよ。じゃあ強弱つけて会社紹介しようか。お願いします。わかった、やってみるね、うん。まずはテルミックとはどんな会社なのか、私のんのんからご紹介させていただきます。創業34年目の愛知県刈谷市にある鉄工所で、主に金属部品を加工する製造業です。今では常滑、知立、県外には島根県松江市にも営業所があり、国内外とお客様を結ぶプラットフォームの役割を担う企業を目指しています。鉄工所というと男性が多いイメージがありますが、テルミックでは7割が女性。社員食堂がカフェ風だったり、オフィス、工場もとっても綺麗なので、私たち女性も働きやすい会社です。テルミックスタジオで番組収録した様子は YouTube で動画配信もいたしますので、皆さんぜひ見てください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。詳しい情報は番組の最後にお伝えしますので、最後まで聞いてください。この番組は固い会社の固くない話というタイトルにもあるように、鉄という固いものを作る製造業の私たちが面白いものづくりをしている人をご紹介したり、製造業ならではの楽しいお話をご紹介する固くないラジオ番組です。鉄工所のイメージがガラッと変わるお話を通じて、リスナーの皆さんが製造業をより身近に感じていただけたらと思っています。もちろん同業者の皆さんもぜひ聞いてください。
した曲は平井大のスロー&イージー。ラジオネームうさぎさんからリクエストいただきました。うさぎさんありがとうございました。ものづくりの固くない話。このコーナーでは製造業にまつわる人やさまざまな業界の方をゲストにお招きし、業界ならではのお話や新しい取り組みなど、ゲストとパーソナリティリンリンのんのんでクロストークをしていきます。今回のゲストさんは先週に引き続き愛知県大府市に本社を構える株式会社フィルムガーデン代表取締役杉浦昇様です。よろしくお願いします。はい、杉浦さんどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。では杉浦さん、先週に引き続き簡単に自己紹介と、どんな会社なのか簡単に紹介していただけますか。はい、愛知県の大府市の共和駅のすぐ近くでフィルムガーデンという会社をやってます。やってることは動画制作とかウェブの制作を中心にして採用のお手伝いをしております。ありがとうございます。ありがとうございます。先週もいろいろ聞いたんですけど、ちょっと真面目にね、杉浦さんちょっと急かもしれないんですけど、今後の展望とか何かこうあるんですか。今後やっていきたいとか展望とかってあるんですか。2回聞いたんですか。だってキョトンとしてたもん。杉浦さん多分リンリンまた急なこと言ってくるなって、関係ないこと聞いてくるかなって多分思っていた。結構真面目なこと急に聞き出したんで2回同じトーンで聞きましたね今ね。はいはい、2回答えていただきましょう。これ先週の話の続きでいけたらよかったやつなんですね。じゃあ先週ね、簡単に PR したい杉浦さんがね、NPO 法人のスポットライト代表理事ということで、引きこもりの方とか、シングルファミリーの方とかにね、働きたいけど、外に出ていくのがちょっと、今できないよっていう方たちに動画の編集とかデザインの制作をね、レッスンしているということで、それのね、今後のもし、なんか展望とかがあればね。そうですね、上手ですね、上手にまとめていただいてありがとうございます。はい、今後展望はなので、本業でやっているその動画制作とかウェブ制作のお仕事を NPO で今レクチャーしている子たちというか人たちと一緒にやっていけるといいなと思ってます。なのでフィルムガーデンの中でその引きこもりの子だとかシングルの家庭の人たちが一緒に働けるようになると、町とか市の問題も解決できるし、やっぱり同じ家にいてパソコン触ってるでもそれが収入に変わっていくし、なんか労働力の再活用にもなるし、なんかいろんないいことが起きるんじゃないかなと思うので、そういうことは実現させたいですね。すごい相乗効果ですね。はい、杉浦さんすごい壮大なことを考えてみるんですね。壮大なんですよ、なかなか難しいです。今まであんまりそういった話したことなかったので、こんなにちょっと失礼ですけどこんなに考えいろいろ考えてるかちょっと思わなくて、いや、のんのんごめんね、すごい私も、同感です。なんか動画のこととか、なんか違うこととかを話す機会が多くても、ここまでなんかこういうこう深い話っていうのは本当に初めてで、びっくりしている感じですね。ありがとうございます。なかなかね、喋る機会もないですもんね、こういうことを。いや、でももっとこういうの発信してもらった方がいいかと思うんですよね。やっぱそれで。お家に行って、引きこもりの方とかもしラジオとか聞いてくれてて、動画の編集とかそういったことがちょっと興味あるって方はね、ぜひフィルムガーデンさんのホームページとかだとフィルムガーデンって入れればつながるんですか、ね、はい、つながります。でそこに連絡先とかも出てますもんね、ぜひそちらにね、いいご縁があるといいですよね。ご縁があるといいです ね、はい、ラジオなんでね、そうですね、本当にそうですね。 YouTube にも見逃し配信とかアップしてるんで、そう、ぜひやっぱり今後ね、これやっぱ少子化とかが本当に深刻な問題になってきてるので、やっぱ若い方とかでもね、なんかこう働く場所というかそういったのがねできると本当ですよね。すごく日本も盛り上がってくんじゃないかなと思います。こういうふうに動画とかね作ったりとか、うん、ホームページとかも作ったりとか、いろんな方がやることによっていろんなアイデアが出てよりそういうものができるので、すごくいいのかなとは思いますね、杉浦さん。はい、やっぱりこれ本当にできる方とできない方って本当いるから、
やっぱりあの私の姉もあの個人で開業した時にやっぱホームページとか自分でこう作れないんで誰に依頼しようかなとか、そういうのすごい悩んでたのがあったんで、まあ、そういうのがなんかこうパッて分かるサイトとかあるといいですよね。どうですか？そういった方はね、フィルムガーデンで検索していただいてね。かっこオーブね。オーブ。かっこオーブでね。はい、お願いしますね。はい。でも実際この動画とかこういったホームページとかっていうのは、こうやっぱりこう向いてる人とかってなんかどんな感じの人が多いんですか？例えばリンリンの予想だと初心者とかでもできるようになるんですかね？マメな人、パソコン得意な人、じゃあ分かんないですけど、想像がつかないんですけど、なんか向いてるって言ったらあれですけど、どちらかというと向いてるっていうのがタイプ的にあるものなんですか？あんまないような気がしますよ、はい、誰が向いてるとかあんまないですね。興味があればっていうぐらいなんですかね。興味があってやってみてハマっていくと、ゲームと同じなんで、もうずっとなんか楽しい楽しい楽しい。じゃあ今やってるお仕事は杉浦さんが自分の中でこう楽しいって思えるんですか？あ、僕はスタートはそこですね。いいですね。自分がこう楽しいって思える職、働けてるの方って本当に少ないと思うので、そうそうそう、自分の好きなものを職にするってことですよね。そう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 、本当にすごいですよね。まあ、そういう意味ではそうです ね。でも今私娘が、6年生と4年生なんですけど、こうタブレットで動画の編集のアプリ撮って動画の編集とかするのすごいハマってて、それは学校で授業としてあるのか？ないないない。で自分でそのアプリ撮って自分でやってっちゃうの。すごい。で私もそういうやっぱインスタの動画とかもあるから、あちょっと教えてよって言って子供からね、そう教えてもらってやってるんだけど、だんだん多分、なんでそんなこともわかんないのみたいな感じの対応で途中でちょっと切られちゃったんだけどね、すごいなと思って今の子たち。すごいですね、簡単にできるんですね。なんかね、ということはこんなの簡単にできるんだって思うんだけど、でも多分やっぱりセンスとかあると思う、ね、あ本当に、そして簡単にできるアプリは今いっぱいあると思うんだけど、やっぱセンスがね。そういうのも教えてくれるんですよね、杉浦さんに。センスは教えれないですね。例えばこれをちょっとこうした方がいいよとか、そういうのはお伝えしますけど、センスは自分で磨いてもらわないと、はい、ですって。磨きね磨きダイヤモンドみたいに光が、そうそう、もしかしたら光るかもしれない、可能性はいくらでもあるもんね。そうそうそう、やらないんだったらまずやってみるだもんね。そうすごいいいこと言いますね。ね、本当素敵なこと言って、はい、さっきの表情は適当な表情でしたよ。みたいな、そのちゃんと見て、あのこれリスナーの方は見えないので、まあ、動画もこれは今撮ってないんですけど、ちゃんとこの反応を見て結構いじられてますよ。いじってない。いや、いいこと言うなと思ってリンに、いつも本当に話変わるんですけど、杉浦さんっていつもあの可愛い T シャツ着てますよね。いやけど今日もすごい可愛い T シャツ着てますねって。どこでラジオで T シャツの話題をするんですね。いや、いつもやっぱり人柄が分かる。 YouTube で写真出すんで大丈夫ですよ。 YouTube 皆さん見てくださいね、杉浦さんの T シャツに注目してください。はい、何でしたっけ質問は。はい、やっぱり杉浦さんの人柄もね、やっぱり分からないといけないんで、どういう方なのか ね、どこで買うんですか？ T シャツ可愛いでしょ。古着が多いですよ。アロスとかですか？はい、でも最近はメルカリが多いです。メルカリ、はい、メルカリ、はい、使ったことないですまだ。あら、私もないです。あらら、そうそう、アプリはダウンロードしたんですけど、なんかそれで満足しちゃって、思ったより浸透してないんですね。いや多分リンリンノンノンだからだと私もそう思います。そうですか。他の子はもう多分全然バンバン売ったり買ったりやってると思います。そうですよね、はい、びっくりしました。すいません、なんかじゃあここでちょっと杉浦さんに固くない話を聞こうかな。こうなんか趣味とか何でもいいんですけど、個人的な 今まではこう NPO 法人とか動画制作とか、ね、あの会社のちょっと固い話だったけど、なんかちょっとプライベートの
エピソードとかね、聞きたい、聞きたいですね。僕趣味がないんですよ。だからその好きなことが動画制作でずっとそればっかやってきてって、うんうん、それが趣味だったので、なんかその仕事と趣味の境目がよく分かんなくなってしまって、はい、でそう、その田中社長見てると多分多趣味だなこの人だと思って、うんうんうん、なんかいろいろと習いたいなと思いました。何がいいんでしょうね。でも田中社長も仕事が趣味もう多分ずっと仕事のこと考えてると思います。オフはあんまないんですね。でも唯一こう釣り、船に乗って釣りをしてる時があってよくお話は聞きますけどね、 DIY とか。そうですね。どうですか、一緒に DIY と釣り。 DIY は会社のもの作ってますよね。そう、作ってます。仕事じゃあれは仕事じゃないんですね。でも、うん、お家のものも DIY してるって聞いたことありますよ。あ、ほとんど DIY で、あのね、コロナになった時とかにあの自宅にずっといなきゃいけない時とか DIY してたよっていう話は聞くんで。換気扇をたくさんつけたって聞きました。換気扇って DIY できるの？分かんない。どういうことどういうことですか。想像つかないんですけど、あの個別で聞いたらどうですか。そのうちあの杉浦さんも、ね、カメラ持って DIY 工具を持って歩いてるかもしれないですね。そうかもしれないですね。作り方学んで換気扇をつけるっていう。換気扇ね、あんな自分でできるもんなんですね、穴開けてね。どうなんですかね。ちょっとなんか業者さんを呼ぶ以外ちょっと私には思いつきがないんですけど。すごいですよね、うん、いやでも何かを作るっていう点ではやっぱ共通点はあるかもしれないですね、うんうん、動画制作もものを作るっていうことです ね、魅力を伝えて作るっていうことなので、うん、なんかあの動画を作るにあたって、まあ、ちょっと仕事の話になっちゃうんですけど、なっちゃいましたね、はい、なんかこうルールとかあるんですか自分の中で。あ、人を絶対入れるとか、なんかこういつまで何したいとか、なんかそういうマイルールみたいなのがあるのかなと思って。なんかはあるんだと思いますよ。何なんだろう、なんかなんでしょう ね、やっぱそれもでも撮る会社とか人とかによっても変えていくんですかね。あ、変えます。変えるあたりに何かルールが自分の中ではあると思います、ね、なんかそういうのはこだわりとかありそうですよね。あると思う、言わないだけで、うん、言えないんですね。下手くそなんだと思います。いや多分そこら辺は感覚でセンスで思ったセンスで杉浦さん合わせましたね。いや今の打ち合わせ全く何もないんですか。目くばせでやったんですね。はい、びっくりしました。そこはもう知れないから。なんかでも同じようなものを作らないようにとかそういうのがあるかもしれないです。なるほどね、被らないようにみたいな。なんかね、一個成功したからそれをコピーするっていうのはつまんないので、うん、常に自分に対してハードルを上げて更新更新っていう感じなんですかね。そうですね、もうそれがルールってことですね、きっと。そうですね、それがマイルールでした。杉浦さん、じゃあそんな杉浦さんに1曲リクエストいただきましょう。そうでしたね、はい、これ先週がヒデのテルミーだったんですけど、うん、うちフィルムガーデンという会社で、そうなんですよ、会社名に迷っていた時にですね、あ、このオレンジフィルムガーデンという曲をたまたま耳にしまして、あ、これにしちゃおうと思って、この曲から僕会社名を取ってます。すごいエピソード、はい、フィーリングですね。すごい、オレンジフィルムガーデンっていう曲なんですね。はい、ザ・ピローズが歌うオレンジフィルムガーデンっていう曲。じゃあ改めて曲紹介をお願いします。はい、ザ・ピローズでオレンジフィルムガーデンです。はい、2週にわたって杉浦さんありがとうございました。ありがとうございます。以上、ものづくりの固くない話でした。固い会社の固くない話、ものづくりのエンターテイナーテルミックがお届けするテルラジ。テルラジは株式会社テルミックの提供でお送りしています。研磨いらずの輝く人を紹介。このコーナーでは研磨しなくてもキラキラ輝いてる人をゲストにお招きし、パーソナリティミンミンとノンノンとクロス走行するコーナーです。先週に引き続き今回も常滑営業所執行役員柴田さんと刈谷本社執行役員今井さんに来ていただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。生産管理グループ刈谷本社の今井と申します。本日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。生産管理グループ常滑営業所の柴田です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。なんか趣味とか聞こうか。 なかなかこう、プライベートな話もそんなに聞く機会も少ないので。僕はですね、本当にあの社長の影響もあるんですけど、何でもやってみたいっていうのがすごくあって、いいですね。その社長の身を見まねで DIY も、DIY 何ですか今の言い方DIY ちょっとあれがで現地 あのネイティブな感じなんで、そうですね、グローバル、もうそうなんですけど、あの身を見まねでやってみたりだとか、あと去年はあの川細工とかあのアクアリウムとかそういうのをちょっと始めてみたりとかしてみたんですけど。え、川細工？川です。川？レザーの方ですね。あ、何で、なんか作ったりするとか。そうです、そうです。財布とか小物入れとか、ああいうのを作ろうとしたんですけど、子供がまだちょっと小さくて、であれって川で細工するのにあの糸通したりするんですけど、穴を開けなきゃいけないんですよ。でポンチみたいなのであのハンマーで叩いてゴン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 って穴開けて糸通してってやるんですけど、子供が小さすぎて音で起きちゃうんですよ。あ、怒られちゃうね。そう、でもできないと思ってもう2万円ぐらいかけて揃えたんですけどやめましたね。もうちょっとじゃあお子さんが大きくなった。お子さんはいくつなんですか今？今長男が2歳7ヶ月と次男がまだ7ヶ月ですね。ちょうど2歳差ですね。そうですね、まだちょっとガンガン音は出せないですね。そうですね、一生懸命ですね。あと10年後ぐらいかな。そうですね長い。ちょっともう売ろうかなって言ったりまあそんな感じで今はアクアリウムって何ですか？まあ平たく言えば、簡単に言えば水族館のようなものを家で水槽を用意して、草と水草と土とあと生き物と。へえ、それでもお子さんすごい喜びそうですよね。うんうん、あ、そうですね、魚がすごく好きで、ね、でエビとか泳いでてもエビエビって言ってすごく、はい、ね、そんなお父さんの一面もあるんですね。そうですね。今井さんはなんか趣味とかあるんですか？逆に僕全然趣味がなくて、本当に柴田さん羨ましいなって思う。ちょっと参考にさせていただきます。どうですか、そのか皮のやつからやるの。まあ、今聞いた2つはやろうと思わなかった参考にならないダメだったんですか？ダメなんだ。そうなんですよね、まあ、本当に、まあ、ダラダラしてたい人間なんで。でももともとサッカーとかやってるのを前誰かから聞いたんですけど、スポーツとかはなんかやったりされないんですか？サッカーを本当に小学校からずっと大学まで続けてたんですけど、あ、大学までやってたんですか？大学までやってました。すごい。でも最近は何ですかね、できれば体を動かしたくないような状態になっちゃっててただ福利厚生で今ジム使えるっていうのになったので、今はジムにあの通わせていただいてるんですけど。あの手当もいいですよね、フィットネス手当。私も昨日ホットヨガ行ってきました。え、柴田さん使いました？私はまだなんですけど、やっぱり下の子たちからの承認っていうのはすごくありますね、人気だなと思いますね、みんななんかやってますね。そう、これを機に体を動かそうと思って。私この前服買ったけどね、ジム用の服、上下セット準備や。あ、事前準備ね。まずは装備から。そう、装備から買ったけどまだ行ってないんです。これから行こうかな柴田さんも引きずりにしたい。一緒に行きましょう。絶対行かないよね絶対行かないよね大丈夫、あの写真撮って山乗せるんだよね。そうです、世代候補のある意味ね、通達しましょうだから僕もジム行って2回行ってもう二度と行けんなと思ったんですけど、はい、あのベルトコンベアみたいな走るランニングマシンあると思うんですけど、僕あそこですごい結構速いスピードでやっててで止まってからまだ地面が動いてると思っちゃって。あ、わかります、その感覚。すごいスピードで走ってちゃったんですよ、降りてからで時間帯が日曜日の本当昼過ぎで、大学生とかもすごい多い時間帯で、あ、もうすごい周りが笑ってるんですよ
ちょっと待って、いやもう二度と行けんなと思って。そこのジムにはね、そっから一回も行ってない。想像しちゃう。その時は多分あれじゃない、今井さんの前だからわーってなったんだけど、やばいってなって冷静の何かあったみたいな表情しながら。でもさ、リーリンやったことある？あのランニングマシン。ある。ある？え、わかるよねこれ。私も一回なったことある。本当何食わぬ顔してソファーに座って、まあスポーツドリンク飲んでフーみたいな感じになった。あの時血圧やばかったですよね、多分。バックンバックン言ってて、本当にもう二度といけない。じゃあランニングマシン以外やればいいじゃないですか。そう、ただもうその時間帯で行くと、この間走ってたやつ来たよみたいな風に思われてもちょっと嫌なんで、ちょっと場所を変えていこうかな。新規開拓する。そうですね、ぜひ常滑に。常滑まで行くんだ。刈谷に住んでて。ちょっと遠いね。3人で行くしかないですね。うん、山でね、また3人で写真がアップされるんだよ。みんなで走ってるよ。みんなで走ってる。でも仲間がいたらそういうことになったとしても、ふーってなっても仲間がいると強いですよね。一人はちょっと心細いけど。そうですね、本当は。ここに新卒の小林と一緒に行こうとしてたんですけど、ちょっと時間帯が合わなくて結局一人になっちゃって、うん、でそういうのがあったんで、まあちょっと一人で行くのはもう無理だな。一緒に行きましょう。みんなで。面白い。じゃあ、あの常滑も本社もやっぱりフィットネス手当やるようになってから、うん、ジムに通うことが増えました？増えてると思いますね。いいですね。そういう福利厚生ができるのはすごくありがたいですよね、会社として。ありがたいですね、本当に、ね、そうだそうだ、ちょっと真面目な話聞いていいですか？うん、こう執行役員にお二方は今年3月26日からなって、テレミックをこうしたいとか、なんかこう あるんですか？あ、今後の展望ね。あ、そう、それが言いたかった。難しいですね。今後の展望聞きたいね。柴田さんからじゃあ答えていただきましょうか。はい、そうですね、やっぱりこの会社にいて、まあ、DX っていうところでかなりあの効率を上げてきたところが今まで多々あったと思うんですけど、やっぱりそういったところであのもっともっと成果を会社で出していきたいなっていうのは考えてるんですけど、やっぱりいろんな分析をしていく中で、あのここの無駄とかムラっていうのを改善していきたいなっていうのはやっぱりあの今までやってきてもあるので、まあ、そういったところにちょっとメス入れて、まあ、今残業ゼロ目指してあの、半期やってきましたけど、さらに、まあ、そこゼロ目指して無駄ムラっていうのを改善していきたいなと思ってますね。いいですね。なんか今月ゼロです、残業。すごい。財務経理めっちゃすごいじゃん。そう、先月リンリンは1時間なかったね、うん、先月30分だったかな。びっくりした。ちょっとゼロ目指そうと思って、うん、素晴らしい。ゼロでもこれもやっぱり DX のおかげで、そうそうそう、システムを移行して、うんうん、できないだろうなと思ってて、やっぱ苦しい期間あったんですけど、うんうんうん、そこをやっぱ会社も社長も後押ししてくれるんで、この会社は、うんうん、それが実現できてね、本当に無駄とムラばっかりだったので、今思えばね、あの時は思わなかったけど今思えばそうっていうのがあって、こんな無駄なことやってたんだなっていうのが、ね、気づけましたね。そうです ね、じゃあそこでちょっと時間も、ね、あれだったんで、今井さんにちょっと聞きましょうかね、はい、そうですね、まあ、DX 柴田さんの言ってた、うんうん、もう確かにそうなんですけど、カリア本社の場合は本当に昔からやっぱりお客さんも根強いですし、いらっしゃるので、まあ、まずはやっぱり生産管理グループと品質管理と製造というのがしっかり協力して、まあ、チャレンジできるような、まあ、3部署でチャレンジできるような体制を整えれば、まあ、さらに売上アップだったり、まあ、残業ゼロだったりルーティンゼロっていうのにつながるかなと思ってるので、まずはそこの部署間での協力体制っていうのもしっかりつけていきたいなと思ってます。締めてくれましたね、執行役員2人が。でもなかなかね、こういう風に仕事してる時に、あ、そう、こんなね、真面目なこと聞けないからね、ですよね。今回すごくいい、うん、いいコーナーでしたね、本当に。いや本当にこれみんなにまた聞かせましょう。聞いていただきたいですね、うん、はい、山にアップして、はい、じゃあちょっともう時間来たので、うん、今日は今回のリクエスト曲は
ご紹介お願いします。はい、私からは、ハイスタンダードというバンドのステイゴールドという曲を、紹介したいと思います。まあ、このハイスタンダードというバンドは1990年代に活躍して、まあ、今も現役で活躍しているバンドなんですけど、まあ、当時、そういう業界に特に、何もなかった時代に自分たちで DIY 精神を持って作り上げ業界を作り上げてきた人たちなんですけど、まあ、ちょっとやっぱり社長もそういった DIY 精神というところを強く持っているというところで、うん、非常に似ているなと思ったので、ちょっと今回この曲を、紹介させていただきました。それでは聴いてください。ハイスタンダードでステイゴールドです。2週にわたり今井さん、柴田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、研磨いらずの輝く人を紹介でした。はい、なんか今井執行役員と柴田執行役員とすごい普段できないお話ができましたね、今回。面白いね、2人。いや、ほんとね、素敵な方だよね。最後のなんか写真とかもさ、うん、2人お揃いのようにタオル巻いてたね。ね、もうなんか空気感がいいよね。あ、それをもう居心地がいいというか、あんな呼吸じゃないけど、2人とも余計なことを話さないしね、うん、素敵だね。大事なこと言ってくれてね、血圧は確かに高くなっちゃったけど、そうだね、ちょっと心配だね。びっくりした、数値を聞いた瞬間びっくりした、ね、そんなに動揺してる感じには見えなかったけど、全く動揺してたのかな、見えなかった、うん。まあ、でもテルミックももうすぐ長期連休に入るんで、うん、今ね、まあ、皆さん夏休み、ね、学生の方は夏休みで、うん、いろんなとこに旅行行ったりするのかな。リンリンもね、そう、ドライブでね、九州行くのかな。行きます。いや、本当運転気をつけてくださいね。大丈夫、今のやっぱりね、車のやっぱり性能ってすごいよ、うん、車の性能、運転がリンリンの場合は 長距離好きだから。ああ、そう、そこが羨ましいと思う。でも私も下道で愛媛まで行ったことあるよ。下道は無理でしょ。1号線と2号線ひたすらまっすぐ行けば着くっていうのが分かって1号線2号線本当に神戸ぐらいで2号線になるのかな。あ、なるなるなる、そう、2号線分かるよ。1号線走ってずっと神戸ぐらいまでで、2号線走ると愛媛まで行ける愛媛の友達の家まで行ったんだけどね。みんな1号線2号線じゃなくて、しっかりとね、ナビ住所入れて検索してから行きましょう、うん、じゃないと絶対迷わない。帰りはもう絶対運転したくないと思ってフェリーで帰っただからそれ以来のんのんはこう帰りのことを考えてしまって、なかなか長距離行けないっていう。だったらもう最初から飛行機使おうってでも確かにね、その方が時間早いかも。パッて行ってパッてもう遊べるじゃん、美味しいものも食べれて。そうなの、ね、だんだんちょっと体力がさ、だから本当に気をつけて行ってきてくださいね、うん、暑さにやられないように、うん、水分たくさんとって、たくさんとって安全運転で、熱中症にはね、皆さんお気をつけください。はい、この番組では曲のリクエストも募集していますので、これをかけてほしいという方はどしどしこちらまでご応募ください。応募方法はピッチ FM 公式ホームページのリクエストメッセージフォームよりご応募ください。またオープニングでもお伝えしましたテルミックのお届けするラジオテルラジの情報はテルミック公式ホームページでもご紹介しています。 YouTube、Twitter、Instagram、TikTok でも随時配信していきますので、ぜひフォローをお願いいたします。オンエアが聞けなかった方は過去の放送回の配信も行っております。 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Music のアプリでスマホやタブレットがあればどこでも聞けます。こちらもぜひお気に入り登録をよろしくお願いします。固い会社の固くない話、ものづくりのエンターテイナーテルミックがお届けするテルラジ、お相手はリミンとのんのんでした。また来週、さようなら。さようなら。再见。輝いてるあなたの笑顔。
ルミックは国内外の幅広いネットワークを通じて日本のものづくりを支えています。素敵な未来が待ってる。テルミック。テルラジは株式会社テルミックの提供でお送りしました。